ークの稲助から手紙が来たんです。稲助、何をほうけておる。前に話してなかったか。初耳です。はじめまして、アルス様。リシア・プレイトと申します。なんて可憐なんだ、この子が僕の稲助。これはもしかしてものすごく幸運の。なんでこんなに野心が高いんだ。お会いできて嬉しいですわ。でもなんだろう、少し怖い。私もそう思う。もしかしてうちを乗っ取ろうとしているのか。騙されないぞ。あの、私の顔に何か。もう照れますわ。可愛い。アルス様はお優しいですわね。口の周りにソースがついてますわよ。アルス様の驚いた顔を見てみたかったので。アルス様はどのような人がお好きなのでしょうか。わからない、彼女の本心が全くわからない。私はもうアルス様と一緒になると決めてますからね。テレビアニメ転生貴族、鑑定スキルで成り上がる。2024年4月放送決定ですわ。